はい、じゃあ早速ですね。今回、ソロターン入門講座のポイント解説というところではい、あの解説者、お呼びしていきたいなと思いますが、スマート二移住研究所のですね、編集長を務めている増村さん、はい、今回ですね、スマート特集の記事読んでいただいた方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、あのー、今回一緒にですね、解説をしていきたいなと思います。増村さん、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。はい、お願いいたします。はい、ではですね、あと、あの、本日ですね、あのー、ソロターンの先輩。 あの高知県からお三方お呼びしておりますので、米屋さん、中川さん、吉岡さん、ご登場をお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。じゃあ、ちょっと最初、あの、それでは、あの、あの先輩方からですね。一言ずつ、あの自己紹介いただきたいなと思ってますので、じゃあ、米屋さんからトップバターよろしいでしょうか。はい。 おはようございますえー、高知県戸佐清水市高知県の中でも一番端っこに住んでおります米谷翔子です地域おこし協力対応しておりますよろしくお願いしますはいよろしくお願いいたしますよいしょ。じゃあ続いて中川さん、はい、おはようございます,いますえっとは私は東の端っこの高知県の東の端っこ東洋町でマルチワーカーしております中川ですよろしくお願いいたします はいよろしくお願いします。中川さんは、えっと、高知移住歴2年です、ね。2> はい、はい。青森からの移住だったということですね。青森からの移住です。よろしくお願いいたします。はい。じゃあ続いて、吉岡さん。はい。よろしくお願いします。えっと、私は高知県の真ん中の方の日高村というところにおります。と普段は協力対応しつつ、えっと、高知オーガニックマーケットという土曜市で、 事務局をしておりますよろしくお願いします、はい。よろしくお願いします。吉岡さんも今、高知移住歴2年、ね。2> はい。はい。で、はい。えっと、もともとはどちらからですか最後、え<っ>名古屋を。ち、えっと、千葉が出身で、<葉>その前、名古屋におりました、はい。はい。ありがとうございます。 その退院者ですね。はい。なんで、このお三方もですね、あの入れながらですね、最初入門講座進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、途中ですね、ご質問などある方は、えっと、また後ほどでもあの拾っていきたいなと思ってますので、この入門講座中はですね、ぜひチャットを使ってですね、えっと、メッセージいただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい。では、 松さん早速進めていきたいなと思うんですが、はい、今回、ですねあのソロターンの先輩方ですね、はい、まあ移住のきっかけタイプ分類みたいなところから、はい、ちょっと我々で勝手に割り振っちゃったところもあるかもしれないで,、はい、そうですね。はいはい ですね、お三方いらっしゃってで今回このタイプ分類も、えー、と仕事軸、まあ、ライフワーク軸とか、えー、と暮らし環境を重視したとかあとその土地に何か関係遅延があったみたいなところでも含めてあの分類させていただいたりをしておりましたね、はいでえー、と中川さんはね、あのー、そういった SAP とか海のアクティビティみたいなところも聞かれながら、はいあのー、今はあの炭火焼きのコーヒーとかにもチャレンジされたりとか。 はい、しているような形であのご参加されたりとか、はいえっと、吉野坂さんとかもまたちょっとあとでお話あの出てくるかもしれませんがあの大学時代のよさこいのサークルなどをきっかけにコーチと出会っていってというところで、はいまあ、ハーブ農園とかですねあのやったりとか、まあ、先ほどお話あったあのマーケットなどの事務局などもやってらっしゃったりするような形になってます。はい、で米谷さんはですね、はい、あのもともとおばあちゃまが ご出身が土佐清水で、はい、何かあのよく小さい頃通われてたみたいなところで、まあ、あの地域との関係性もありつつ、はい、今はあの協力隊での,あの活動もやり,やりながらなんですがいろいろ今はあのマッサージとかそういうあの両方系のものでもいろいろご自身でもチャレンジされてらっしゃるという形でと、はい、いうようなあの3名の方のこういった分類をさせていただいたところから始めさせていただいておりました。 はいという形で早速じゃあソロターンの入門講座の中身に入っていきたいなと思いますのでじゃあまずソロターンという聞き慣れない言葉から少し解説進めていただきたいなと思うんですがそうですねはい、はいはい、ソロターン初めて聞かれる方ももしかしたらあのいらっしゃったかもしれませんけれどもあのソロターンとは単身での移住つまり一ま人で移住することですよね。 まあこれまでのようにあの大きな企業あのまあ大きな企業ばかりではないんですけれどもずっとその企業で働き続けるのではなくてあのローカルで暮らしたりあるいはその地方で自分のスキルを試してみたり何か新しいことに挑戦したりする,ようがする人があの目立つようになってきたのかなというふうにも思っています。何かこう人それぞれぞに 何かしらの目標を描いてあの新しい一歩をローカルで踏み出すことをあのソロターンと呼びたいなというところですよね。はい、なんでまあ自分らしく、まあ、自分の選択でこう移住をされあの進めてらっしゃるような、はい、皆さんですね。なので今日ねお集まりのいただいている皆さんも、はい、あのソロターンを目指されている方が多いかなと思いますが、はい、そんな流れでございます。でまず最初ですよね。 あの地域と出会うというところからあのまずちょっと整理していきたいなというところですが、はいはい、地域と出会うポイントですかねはい、はい、そうですねこの地域と出会うのはあのなかなか難しいといえば難しいですよね。どんな地域にあの少しも出会ったことのない人っていうのは難しあの逆にいないとも思っていて例えばこれまで行ってみた場所とか。うん あの修学旅行だっていいと思うんですよね。うん、何か行ってみた場所の、えっ、ー、と、まあ、洗い出してみて、そこにどんな印象を描いてきたのかみたいなものを整理していくといいのかなというふうに思っています。うん、で、まあ、それが書き出せていくと、例えばその人口規模はそこはどのくらいなんだろうかとか、あの印象が良かった場所だったら、なぜ良かったんだろうかとかで、その利便性はどのくらいだったかなとか。 あの実家がもし遠方の方は、えー、と実家との距離みたいなものも少し視野に入れてもいいかもしれませんね。なんかこんなふうに、うんまあ、今すぐには地域にあの行ってないとしてもこれまでの地域っていう風なあのものと出会い直すというかそんな実感を持ってみるといいかなと思っています。うん これ多分ソロターンの先輩方もなんかあのいろんな出会いされてらっしゃったのかなと思うんですが、まあ、さっきのなんかそのご実家からとか家からの距離みたいなところとかその帰りやすさみたいなところで言うともうちょっと中川さんとかにも振っちゃおうかなと思うんですが中川さんもあれですよねその青森のご実家とかとの帰りやすさみたいなところでも地域選び結構ポイントにされたって話話ありました。 そうですね、えーと、私はここ、高知県から神戸,神戸空港まで移動して、飛行機1本で帰れるっていうのがよくって、えーと、ここの場所に決めました。ただ、ここから南に移ると、はいあのこ、飛行機の乗り換えとかがあるので、あのどうやってもちょっと帰るのに億劫になってしまうかなと思いながらも <laughs>、まあ、ここがギリギリの場所かなっていうので決めました。うんうんはい そうですよね。はい、なので、そういう意味で、まあ、次のちょっとお話に入ってくるかもしれませんがこう地域の絞り込みみたいなところの1、まあ、つ条件にも、ね、なってらっしゃったのかなと思いますね。はい でどうでしょうじゃあそのじゃあ実際にこう地域、まあ、見,え見えてきた上ではい増野さん地域の絞り方、まあ、今みたいにね中川さんのこう家との距離みたいなのもあるとかそうですよねあの中川さんの今の話はかなり盲点かなという感じはするんですよね。うん、森と高知って結構距離はかなり、ね、な気がするんですけど <laughs> あ空港というかあの飛行機に乗って1本で行けるみたいなところで言えば割とすぐであるという。 これはあのさすが経験者ならではというか先輩ならではのご意見かなと思いましたがああのまあ、今みたいにその近くの駅主要な駅であったり空港であったりあのそういう自分の行きたい場所行く可能性のある場所とのアクセスをやっぱり確認した方がいいんだろうなっていうのは一つありますよね。 まあやりたいことができるのかどうかみたいなところはまあ当然外せない軸としてあるでしょうみたいなところがあります。あとはあの少しあの絞り込めてきたらという話にもなりますけれどもまあその市区町村のまあ施策といいますかお試し移住先があるのかなとかどんな制度になっているのかなみたいなものもあの確認したらいいかなと思いますしあるいはあの あこのカフェ行ってみたかったんだよねとかあのこのゲストハウスに泊まってみたかったとかでも全然いいと思うんですけどあるいはこの海の景色が見たかったかとあのそういったところ行ってみたい場所とか会いたい人みたいなものを探すのもいいかなと思います。そこまで絞り込めたら、うん、はいそうですねあの実際に行ってみるっていうステップにい <あっ S 2> そうですよねなんで どうでしょう。あの先輩方はこのやりたいことをね、塾でも、あの選ばれた方ね、いらっしゃると思うんですけども。え、ね、え、おしょうかさんとかは、結構そのハーブとかに、ご関心を持ち始めて。なんかそういうような、なんかミッションがあればなっていう感じだったんですか。そうですね。あの。もともと高知には移住したいっていう気持ちはあったので、その中でこう。移住したいって思い始めてから、じゃあど、自分がどんなことやりたいんだっけなっていうのは。 同時に考え始めてっていう感じ、うん。じゃあ、結構そのさっきのよ。さこいのサークルとかを通しながら、なんとなくコーチにこう。愛着というかはい。何か惹かれるものがあってっていう感じでで。まあ移住するんであったら何をし,したいかというような。ところで、やりたいこと、軸で関わり方を探されてったっていう感じですね。そうですね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね。だかそういう意味で確かになかどっちが先っていうのも松村さん。なんか特に。 あれですもん、ねあのーうん、皆さんいろんなパターンあるという中ででも最終的にこう何をやりたいのかとかどういう働き方、はい、暮らし方したいのかみたいなところの軸整理していくっていうのもあのその先の関わり方を見つけてくるでは結構重要になってきそうですね。そうですね。はい。ありがとうございます。あとどうですかなんかこうお試し移住とかこの辺り使ったよっていう先輩いらっしゃいます今回はいないかな。はい。 まあ、あれですもんね、米谷さんもおばあちゃまの実際に家があってそれであの通ってたっていうところである程度暮らすイメージはついてたって感じでしたかそうですね暮らすイメージはついてましたはいはいありがとうございますど,どうですかお二方は暮らすイメージははい私はえっ、ー、と探したんですけどその今から2年前にはあの 移住お試し移住っていうのをやっていなかったのでなのでもうとりあえず面接に1回来なきゃいけなくって来た時の自分の直感でもう決めようかなっていう、うん、感じでしたうん、うん、あそうなんですか、ねはいはい、じゃあ本当にその直感が、あのー、本当に、あのー、よくはまったって感じだったんですね。 吉岡さんんも特に、ね、お試し移住ってすすませんななんですかぜひ今日あのご参加されてる方もなんかこういうのあるんだなっていうの知って帰ってもらいたいなと思うんですけども、えっと、お試し移住っていうそういった、まあ、あの行政市町によってはそのお試し暮らしができるお家を用意されているところがあって、まあ、そこを、えっと、例えば1週間とか1か月ぐらいあの住んでみながらその暮らすイメージを。 沸かせていくというようなものでですね、うん、使えるような、はい、ものがあるのでちょっと後ほどあのその辺りは支援制度のご紹介のところでもね触れさせていただきたいと思いますので。はい そうか。では、与塚さんもそういう意味だと、あれお,お知り合いとかお友達がコーチにいろいろ、ねね、集めていかれたっておっしゃってました。あと、あの名古屋にいる時とかだとなかなか休めなかったので、一<ー>日休みの時に夜行できて夜行で帰るとかしてでした。ね、うん。<laughs> 確かに、お仕事しながらだとなかなか難しいですよね。ねはい。 ありがとうございいますはい、なんで多分ね皆さんいろいろなスタイルでのあの情報収集とかはいあのそのそイメージのすり合わせってやってこられたかなと思いますがはいこういった形で皆さんこう地域けね絞り込みいろんなやり方がありますという形です。はいでちょっと今ね情報収集の話もありましたがはい松本さんど,どんなものがありますか世の中的には <laughs> <報>。そうですねこれは本当にたくさんあるにはあるんですけれども <laughs> やっぱりその移住 をまあ、専門に扱うポータルサイトあの移住スカウトサービスのスマートももちろんそうなんですけれどもそういったところであの網羅性のあるサイトの中で少しずつ情報を見ていくっていうのがあの一般的な方法かなと思ったりもします。あとは少し絞り込めてきたらですけれどもねうん、うん、移住関連情報のサイトを、まあ、県であるとか、まあ、市町村の、えー、とウェブサイトを見に行くっていうことも必要かなと思います。うんうん、そうですよね なんで、あのー、ぜひですね、あのスマートの,その特集記事、皆さん見てもらうと、リンクが全部ついてあるので、まあ、見てもらいたいなと思うんですが、例えばね、さっきの吉岡さんみたいに、もう高知っていうのがある程度絞られてる方とかは、逆に言うと、高知県とかがやってるような、えーと、ポータルサイト、移住のポータルサイトに直接入ってきてもらうと、まあ、そこにたくさん情報が集まってきてるという形になりますね。はい。それで、さっきね、あのー、お話にあった、あのー、 お試し住宅とかの情報もまあ長期であの滞在してみるっていうことを探したい方はあの割合と安価な価格で提供されている自治体が多いと思いますのでこの高知県さんのです、ねえっと、ポータルサイトの中でもそのお試し暮らしができるこういったようなあの一覧情報も <laughs> 載ってたりしますので、はい、こういうのも使ってみながらはい あの例えばその移住フェアであったり、まあ、こういうイベントもそうですけれどもあの少し何か自分で足を運んでみたりですとかあの参加をしてみてえっ、ー、とまあこんなところに興味があるんだけれども、えー、と実際どうですかねとかあの、うん、ちょっとこう誰かに聞いてみるっていうこともあの まあ情報収集としてとても有益かなと思います。はい。ありがとうございます。この移住相談窓口は、あやすで行かれた方もいらっしゃったかなと思うんですが、はい、これはお三方みんな使いました中川さんは使ってない使ってないはいはい。米、は、谷、い、<laughs> さんはど,、えっと、ど,どういった窓口に行かれたんですか <laughs> えっと、大阪であったフェア、高知のフェアに行きました。うんうん、あそこで お話を直接聞けたんですね。はい、はいはい、ありがとうございます。吉岡さんはどんな？なんかあの登録？したんですけど、何かに <laughs> メールか何かに <laughs>、はい、<laughs> そしたらなんかご連絡電話いただいてうん、うん、で、あの先輩農家さんをつないでいただいて、うん、あの zoom でお話しさせてもらってで、今でも交流があります。あえー、あ、今でもつながってる、うん なるほどね、結構、この移住相談窓口であの新しい情なんですか出会いとか,、はいなんかあのー、その地域のことを知っている人ならではの情報を得れたりするような機会になると思うので、はい、こういうところもですね、まあ、ちょっと最初なんかリ、リアルの相談で少しこう敬遠されるところあるかもしれないですけど、はい、なんか結構勇気振り絞っていくと、そんなにガツガツは来られないですよね。<laughs> はい、<laughs> ありがとうございます。 はいでえっと、松村さん、じゃあ移住前の準備のちょっと変に入っていきたいなと思うんですがどんなこととを準備としては考えられますすか、はい、そうですねあの移住前におおよそもあここだろうなというかここに移住したいなっていうのが見えてきた段階でその地域に、まあ、どんな関わり方を自分がするのか、うんえっと、暮らしであればあのこんなことがしたいなとか海の近くなので、うんえっと、こういうことをやりたいみたいな思いを持って。 いることもあればあの仕事もやっぱり探す必要もあるかなっていうところもあって、うん、あの今ねその持ち運びができるようなあのスキルをお持ちの方はそのまま移住先でもっていうことになるでしょうけれどもえっ、ー、とまあ新たにその土地で仕事を見つけ直すっていう時にはそれも移住前の準備としては必要なところかなと思いますうん、うん、なので仕事も住まいもあと今お話ししたような暮らしをイメージするのも えと必要になりますねうん、うん、ありがとうございますね、結構今回あのお申し込みいただいた皆さんもやっぱり仕事のところとかあの見つかるかなとかでその辺りご不安に思ってらっしゃる方とか、ね、リモートで持ってかれる方も中にはいらっしゃるかなと思うんですけどもどうでしょう先輩たちはその辺りご不安はなかったですかお仕事どうしようかなって。 私は大阪でヒーリングを習ってそれを土佐清水でやりたいっていう思いがあったんですけどなんかその、まあ、一般的にこうマッサージとか目に見えてるものじゃないからこう持っていったって土佐清水の人に受け入れられるのかなっていう不安があったので私は仕事としては地域おこし協力隊っていうのを選んでそれでこう地元に根付いてからその。うん 自分という存在を知ってもらってからヒーリングをやっていこうと思って、仕事を決めました、うん、あなるほど。じゃあ、いきなりなんかあの起業するではなくて、はい、あのその協力隊って3年間、まあ、最長、あの地域か協力活動というのをしながら、まあ、お給料をもらって暮らせるというところがあると思うんですが、まあ、そういうのを使いながら、じゃあ、地域のことと知りながら、ねあの、起業の準備をしていこうという感じですす。 吉岡さんとかどうでしたなんかお仕事不安とかって。そうですね正直今も全く不安がないかって言われるとそのあの不安は正直あるにはあるんですけどやっぱり3年間のこの猶予というか、うん、いろいろ自分で見つめる時間があるっていうところと、うん、あとは結構自分の中でいいなと思っていたのはなんかまあ今。 全国的にそうかもしれないですけど皆さんこう一つの仕事にこれっていうんじゃなくていろんな仕事を掛け持ちしてたりしてあの特に高知は時期によって農業とか、まあ、いろんなシーズンで仕事があるので、うん、皆さんそれをこうみんなこう合わせ技で生きてらっしゃるのが私的にすごくかっこいいなっていうのがあったので、まあ、そういう暮らしに憧れてたっていうのもあるのでうん、うん、そこまで不安はないかなっていう。 なるあ合わせ技っていうのは、えっと、複数のお仕事をしてる人がいそうです、ね、おお多いと思います。なるほど、実際どうですか、なんか、あの移住しししてからお仕事増えたりしましたりまそうですねあの、いろいろ関わっていくとあの、いろんな仕事の声はかけてもらいますね。そ,すねそれとうネット、な家で,で、在宅でできるようなものとかも、うんうん、これやらんかえみたいな話は,はい、はい、あります。 中川さんはどうしたなんかお,お仕事不安みたいなところってありました分あのお二方と違って私も、うんまあ、当初はあの地域おこしをいろいろ探したんですけどもそのた探していく中でもう一つあの総務省があの推奨している事業があってそれが特別地域づくり事業っていうものがあるんですけども。うんうんうん えとそれを見つけてたまたま自分のやりたいことが東洋町の特別地域づくり事業の一つにあってうん、うん、それこそあのさあのマルチワーカーって書いてますけども季節労働ですあの、はい、夏は海の観光の仕事1年目は、はい、あのそういう形で7月に移住したんですけども、うん、と7月8月は海の 監視海水浴場の監視をしまして、うん、91011月の3か月間は生炭業をしましたなんか生炭尿はい生炭業、炭を作る、うん、生炭業はい生炭ええあすごい,、はい、すごい全然また違う食品、ね、そうなんですはい、はい、それでその後の3か月はポンカンの収穫農業になるんですけども<う>ポンカンの収穫をしましてで まあ、その後はもうやっぱり移住してからのいろいろな、まあ、まだその特別地域づくり事業の会社っていうのも、えー、と大きくこう始まってすぐだったのでいろいろなまあ壁があったんですけども、うん、その中で私はもうホテルの,あのお部屋の清掃だったり。 民宿さんに行ったりとか、もいろんなところに、まあ、派遣されていくんです。うん、1>, 1ヶ月はもう確実にお仕事としてき、うん、あのさせてもらえる形ではあるんですけども、そういう形でも一1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月のスパンで、あの町の中の,あの派遣されて、あのうん、仕事をしに行くっていう<あ>あの形になります。なるほど 面白いですよ、ね、そうあの、実は今、全国で多分150団体ぐらいですかね、なんか増えてきて、そうなんですよね。はい、実、はい、たもので、で東洋城さんも結構早めの取り組みねされてらっしゃるところで、まあ、あのなんで、皆さん、ぜひ検索するときは特定地域づくり協同組合みたいな形で、多分検索していくと、ね、出てくる形なんですが、おっしゃってたように、あの複数社にまたがりながら働いていくスタイルっていうところでね、なんで逆に、あ秋はこなそうですね、そういう意味だとね。<laughs> そうですねさらに、まああのうん 地域おこし協力隊ってその地域によってあの副業ができなかったりっていうのもあるんですけれどもそ私が所属しているところはもう全然副業 OK なんで、うん、あのやりたいことをやりながらお仕事してくれたらいいよっていうシステムなので何、はい、でも昼夜働くけどでも自分のやりたいことも十分できる時間があるっていう形になります。うんうん そうですね。じゃマルチワークのさらにマルチができるみたいなそうですね。<々>はい、なるほど、ありがとうでも最近で、ね、も協力隊もいろいろ副業できるようなスタイル多かったりすると思いますけど、<laughs> えっとヨネヤさんとかヨシオカさんは副業されてますか？はい、してます。うん、どどんな副業今されてます？あ、えっと私はセラピーのヒーリングのやつを、キ、うん、リングのその、はい、休みの時に、はい,はい、はい、イベントとかって出店してやってます。 例えば、協力隊の方だと、どういう活動になってるんですか?。協力隊は観光商工会に所属していて、うん、えっと、スノーピーク。土佐清水っていうキャンプ場の。キャンプ場、お手伝いをしております。そうなんですね。はい、あ、じゃ、まあ、そういう意味だと、またちょっと全然違うジャンルというか。うね、あの、ね、もので、やられてらっしゃる。なるほど。吉岡さんは、副業どんなものやと。と、私はオーガニックマーケットの事務局。副業なのと、うんうん、あと分担農家と。 あと海藻の養殖とかしてる会社のお手伝いをしたりとか。あなるほど。はいろいろや,やってらっしゃる感じですね、はい、なもう自然とどんどん皆さんマルチワークみたいになっていかれてそうですけどありがとうございます。はい、であとはあとここの移住前の準備のところで出てくる暮らしもね結構事前にあのアンケートで物件どうしようみたいなところも はい、ありましたが、そ、は、う、いえっと、さん、これは空き家バンクなどの制度とかも、ね、活用したりするケ、ね、多かったりしますけど、またちょっと後ほど、基本的のところとかでもです、ね、このあたりは触れていきたい、あ移住管理シェルジュの、ね、皆さんにもいろいろご紹介いただきたいなと思っておりました。はい、あとは移住前に必要な手続きを整理するみたいなところで、まあ、これ、引っ越し、ね、ご経験されたことある方はお、あのー、分かりだと思いますけども、はい、いろいろ。 で、こちらも特集ページ内に、あのー、今回ですね、あのー、そのチェック項目みたいのはあのー、用意させていただいたので、はい、よかったら皆さん、後ほどちょっと URL も展開しますので、あのそれ見て,みてもらえたらなと思いますが、はい、なんかどうですかあか、のー、先輩たちは、なんかこう、移住する前とか後のところの手続き関連で、あのー、意外に盲点だったなとか、<laughs> あのー こういうのあったんだなみたいなところってなんか今振り返ってあります？特にもそのあたりはスムーズに来れちゃった感じですすごい皆さん優秀です。あ、私は、うん、あのこっちに来てからうんとすぐに実は家が決まってなくてですね。家決まるのがまきちゃった,たんです。<laughs> あの、はい、リフォーム中みたいなる状態じゃなかったとそうです進める状態じゃなくて、はい、ちょっと3日4日待ってほしいっていうのを言われましてし、はい、ちょっと間に合わなかったっていうことで <laughs> な,なので住所変更ができなかったんですよねあ、はあはあ、なのであのその手続きをあの 姉に依頼するか父に依頼するかっていう形になるので、うん、あの住民票を取ってもらうのにあの代理人の書類っていうのをあの持ってきてそれをあのあの姉にとかちょっと実家に送ってあのだこの日に誰が行けるかっていうのを確認した上で <laughs> じゃあ送るねって言って送って、はい、さで再度こう。あの お願いしますっていう形で取ってもらって送ってもらったっていうのが <laughs> 結構大変でしたねそれはね <laughs> 確かに確かになんか住民票関連はねあのそう意外にあれであの今日ねご参加いただいてる受講生の皆様にも地域おこし協力隊に関して関心持たれてる方もいらっしゃるかなと思うんですけども協力隊も結構住民票の移すタイミングとかがねあお二人ともうんうんとなずいてましたけどはいこれなんかポイントあるんですよねなんかあの移住 協力隊になる前に住民票を移しちゃいけないみたいな、はい、そういうなんかこう、お作法があったりするそうなので、はい、なんかそういうことをね、あのもし関心ある方は、はい、あの自治体の担当者にいろいろそのあたりを聞いた上で、ちゃんとあの先走って先に移住しちゃったりすると、協力隊の制度使えなくなっちゃったりとかするようなこともあるようになって、はいまあ、こういったね、いろいろ移住前にも必要な手続きというのはね <laughs> ありますので、ご、はい、注意くださいという形でございますね。はい あとは、そうですね、あのお仕事関連でいうと、松村さん、あのワーキングホリデーなどもありますね。はい、はい。そうですよね。ううはい。ワーーキングホリデはい、はい、どどんなどんな制度か、ちょっと簡単にご紹介します。そうですね、ワーキングホリデー。はい。まあ高知県でもね、実際ね、やってらっしゃったりしますけど。うん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 。はい、まあ、一定期間、あの、なんていうんでしょう。まあ、この期間、その、 いいいらしてくださいみたいなそうですねこういった2週間とか1ヶ月程度なんか一緒にこう働きながらというか,なんかその一緒にお仕事のお手伝いしながらその暮らし体験をしてみるみたいな制度もねあったりしますので、うん、なんでこれもちょっと働く、ねまあ、そのままそこに就職できるケースは少ないかもしれないですけどもなんか実際にその地域で働いてみるみたいなことをねあの試しでやってみるっていうこともできたりしますかね高知県もねたくさん。 ありますね、はいまあ、この辺りもちょっと後で今週中の方に教えてくれるかもしれませんので聞いてみたいなと思います。はい。ありがとうございます。Okay、ですじゃあちょっとさ、あのー、先進んで、まあ、移住後のあるあるのところですね。はい。はい、の備えのと。はい、そうですね。これはあのーまあ、移住後の話なので今,今そこまで想像できないかもしれないんですけれども、えー、とでも移住後に。 あのよくあるみたいなところだと思うので、うん、まあ少しお話を聞いてみてもらえたらっていうところなんですが私自身も実は、えー、と東京からあの今の住まい長野県なんですが10年前に移住した人でもあるんですよね。うん、であの移住した時にあの、まあ、ご近所さんにお菓子お菓子か何かを持ってったらあ,のありがとうって言ってはくれたんですけどその、えーとまあ、し親切な方はっあとうっは あのでもね本当はねこの地域ではね手拭いっていうかタオルを配ることになってんだよって <laughs> 教えてくれて <laughs> <ー>まあそれは渡す物もすごいうあるねそうかそういうコミュニティのルールがあるんだ細かいところでっていうのをまあ、うん、移住してから知ったところもありましたでもまあ例えばその地域によってはあのどこにその住まいの まあ、区長さんって言うんですけどね。あの、その年の区長さんがいらっしゃって、えっ、ー、とそれがどんな人でみたいな。どこにお住まいでみたいな <laughs> ところをまあ、調べておくと良さそうだったりとか。あるいはその今お話ししたような。ご挨拶はやっぱり。あの都市部とはあのちょっと異なるところはあの本当によく顔を合わせるんです。あの、うん、車がそこにお家にいなければ今出かけてるのね。みたいな。やっぱりあの日常を。あの。 一緒に暮らすわけではないんですけれどもその地域全体としてあのみんなで生きていくというかなんかそんなところもあるのでごのご挨拶も丁寧にできたらいいかなと思いますしうん、うん、あとはこれはすごく大事だなと思うのはその、まあ、今のその何でしょう、えー、と先ほどの引っ越しを先にしちゃダメなんだよみたいな地域おこし協力隊の話もありましたけど、まあ、移住支援制度みたいなところでも 後から申請ができなかったりするものもあると思いますなので、まあ事前に調べておくと、良さそうですねというところはでしたうん、うん。はい、ありがとう。 移住支援制度も、あのこれは、まあ、あの地域によっても、あの多少異なるものもありますし、なんか全国共通してそうなものも、はい、あったりするので、もうエリアが決まってきたらですね、いろいろとあのこういった県のポータルサイトとか、その島地さんのポータルサイトを見ていただくといいかなと思いますけど、どうですか、なんかお二方、お三方、なんか移住した後に、あ何そんな制度あったのみたいなのってありました、それともなんか実際使ったやつとかってありますか、こういう支援制度。 はい、さん私はもうこの高知県のポータルサイト、うんうん、めちゃくちゃ見てこれ頼りにみたいなぐらいであ、ね、あの距離感がやっぱ遠すぎるんでちょっと行ってみようとかではなくもう面接に行く1週間っていうのをあのもう自分の中でもうこれやってこれやってこれ見てとかすごい、うん。 事前にこう調べてで、このポータルサイトで何が使えて、うん、どっちがお得とか、うんね、あんまりやっぱりこうい引っ越しする前にお金も使いたくないなって思ってたので、うん、いろんなものをこう見てで、すごい助けられましたね、このサイトには。ポータルサイトは本当、ね、にぐっと情報がまとまっていますので、うん、そうなんですよあのポータルサイト内、ぜひあのくまなく見てもらえると。<laughs> はい 意外にあこんなこともなんかあのサポートしてくれるのみたいなところが、ね、<laughs> あったりしますけど米屋さんとか吉岡さんはなんか使え,使えたものありました私はこれの引っ越しのやつを使いました。引っ越しのああいうはいはい。でもお本当にあのこれを見て、ね、使えるものは使ってってやった方が、うん、実際なんか問い合わせて、はい、それはちょっとダメですって言われたこともあるんですけどあそうなんですね、はい、基本的には使えると思うのでぜひ。うん いいですね。そうなの。なので、多分なんかそういう自治体とかに相談しないまま移住したのが一番もったいないことが多いかもしれないですね。はい。吉岡さんとか、いやもっと使えばよかったなって感じなんです。<laughs> あそのクオカード五百円はもらいました。<laughs> あ,たあとなんか企業なんちゃら支援。 はいはい。は、あのうん、これから使う予定が。あなるほど、なるほど、こうやって。はい、そっかそっか、そうですね、協力隊卒業される方とかね、これから事業を起こす方も、途中からこういうのも使えたりするというところ、ね、あると思いますので、はい、ぜひぜひ皆さん、いろいろお調べしてみていただけたらなと思います。あとは、どうでしょう、コミュニティ周りとかって、なんか、事前に皆さんとどうやって調べていったりしてました、特に近接にも突っ込んでいった感じでしたか。 どううでしょ皆さん、はい、ライブができる方。<laughs> えっと私は引っ越しというか、うんこう、中学校までしか地元にいなかったので、高校が3年間寮生活をして、うん、でその後も一人暮らししてっていう感じで、引っ越しというか、まあ、自分の環境が。 もう三2回、3回ぐらいは変わる、変わっていたので、うん、まあ、ね、ご近所付き,付き合いとかっていうのがだいぶ減っている世の中ではあるんですけども、やっぱり田舎に移住するからには、ご近所さんはすごい大事かなと思ったので、うんうん、とりあえず青森から来ましたって、青森のリンゴジュースを持って、隣近所にご挨拶に。 った記憶がありますねあなるほど。ここはあのハンカチとかなんかとか言われ言われずに。<laughs> あ<の>とりあえずもうどっから来たのっていうよりもあ、うん、リンゴジュースで青森ねみたいなぐらいでゴ、はいね、みを捨てるまではとりあえず目につくかなっていうのがあって飲んだら味としても覚えてもらえるかなぐらいの <laughs> もので、はい、とりあえず。 あとはねあの、聞くよりみんなが興味津々なので、うん、もう毎日のようにこう誰かがこう覗きに来るというか、インタビューしに来る誰か来たみたいな、で、また噂は噂でご近所には広がるので <laughs>、うん、なんか自分が言わなくてもみんなが私を知ってくれるみたいなぐらいな <laughs> <laughs>、えー。なるほど、なるほど。ヨネヤさんはうんうんとですけど。 どんな感じでしたか最初地域とのコミュニティあ,あでも挨拶周りは行きました。私はなんか洗剤を持って行ったんですけど、ど<う>えーっと、なんか丁寧すぎるって逆に言われました。<laughs> ここはそんなことしないよって言われ。<laughs> 難しいですね。その集落、ね、囲気ては,はい,はいでも本当、挨拶はね、なんかそう言われたけど大事やと私も思ってて。うんうん やっぱそれがあるとないのとでは、ね、なんか引っ越してきたけど誰みたいな、うん、あとはもう挨拶とねなんかこんなことやってますって言っちゃえばあとはもう全然なんか最近どうっていう、ね、逆に声かけてくださることも多くなったので挨拶は大事かなと<事>、はい、思います。どううでですすか名古屋からいきなり日高にそうですねまず最初 物件を探しに来た時に、うん、あの地域の方が声かけてくれてあのぜひ来てくださいみたいな感じのウェルカムだったのでまず、うん、雰囲気としていいなって思ったのとあと実際に来てみてあのひらあの協力隊、はい、入るとその月の開放誌にの載せてもらえるので結構それで。うん 皆さん見たでって話で声かけてくれたりとかで私もお菓子は配りに行きました。なんですやっぱおじいちゃんおばあちゃん多いので甘いものよりおせんべいとかもよかったなっていうのは今も自治会に入ってるのでその自治会で、ねうん、やっぱり時々集まったり草刈りしたりとかコスモスの種まいたりとかうう集まりは参加するようにしてます。うん ととね、なんか入った後そういった形で、ね、なんかどんどんこう協力隊だったらこう候補者に乗ったりとか、はいまあ、逆に、ね、中川さん、マルチワークだったらそれこそいろんな方とお仕事上で付き合ったりとかする中でどんどんあのコミュニティが広がっていくと思いますけど移住する前に逆に皆さんがなんか調べたこととか,なんか移住した後にこに振り返った時にああ,のああいう回り方しとけばよかったなみたいなところってお気づきのところありますかもう 特にコミュニティなどで意識せずに最初入ってった感じですか。うんうん。うん、あでもいいですね。じゃあ、今振り返って皆さんの2年前、3年前の自分にこうアドバイスするとしたら、なんか、あのー、最初来たときにここを見といた方がいいよって、なんかアドバイスとしたら、どんなところを。あのー、見ておくというよりは、その、 自分私はもう単純に自分がやりたいことを軸に移住先を決めたので、うん、その強い気持ちそのやりたいっていう強い気持ちがあったら、うん、意外ともう行ってしまったらもう何とでもなりますその自分のやりたい夢というかね、うん、そういう気も強い気持ちがあったらみんなが それを話は聞いてくれるし、うん、こうしたらいいよっていうのも教えてくれたりとかするのでうん、うん、あんまりこう気難しく考えなくても、うん、はい行ったら誰かに聞いたらいい<あ>教えてくれるしはい、はい、こういう方法があるよとか、うん、そんなところ でもそれ大事かもしれないですね。でこういうことやりたいんだとか、うん、分かんないものは分かんないという形で、うん、いろいろ周りに頼りしていくことでいろいろ入ってからでも安心しながら暮らせるって感じですかあとは、まあはい、言葉がそもそも、うん、あの通じない方言が通じないことは多々ありますのでそれはあの分からない時はもう分かる。 はいってもう一回教えてくださいって <laughs> も <laughs> でも近所のおじいちゃんおばあちゃんはあの普通にこう標準語っていうか分かりやすくも伝えてくれないことが多々あるんでうん,うんまた聞こうかなぐらいの,の <laughs> そういうスタンスいいですねはいじゃあ確かにそうかもしれない最,最初からなんかこうき難しく考えてガチガチやるよりかは、うん、はい柔軟な形でこう頼るところは頼りながらっていうのが一番いいかもしれないですね。 はい、ありがとうございます。はい。 という形でですね、いろいろ今あの振り返りさせていただきましたが、もう少し、ね、詳細とかそのさっきの知りたい情報みたいなところは、ぜひ、あのー、記事の方でもです、ね、リンクつけたりしておりますので、皆さん見ていっていただきたいなと思います。はい、実際に、まあ、今日いろいろお話を、あのー、聞いていただいて、じゃあなんかもっと具体的には多分なんかリアルの話聞いていくの大事だよねっていうところは、なんか掴んでいただけたかなと思うんですけども、まあ、その中で よりまあ手っ取り早くこう地域のリアルの話とか、なんかその接続を作っていくやり方ってどういうのがあるのっていうところで、ちょうどあの今度、年明けですかね、高知県のフェアもあるようなので、そのリアルフェア、どうやったらうまく活用できるのかみたいなところとかも、少しちょっと最後、触れていきたいなというふうに思っておりますので、まずじゃあ、牧田さんからフェアのご紹介だけいただいちゃおうかなと思います。 あの今日のソロターンの,あの入門講座に来られた方たちはあの特にまあ高知県って決めてる方もいらっしゃらあのいらっしゃったりいらっしゃらなかったりすると思うんですけれどもあのソロターンの同期の皆さんにはですね あのまず来年1月に行われる、まあ、高知県のリアルフェア、えー、活用いただきたいと思っております。はいえー、高知暮らしフェア2024年冬というところです、えーと。東京では1月の18日土曜日に、えー、東京交通会館の12階、えー、です。 えー、翌日1月19日には大阪で日曜日、えー、OMM ビルの2階の A ホールで、えー、高知グラしフェアが行われます、えー。ちょっと待ってください、ね。えー、ちょっと紹介の動画をですね。ご準備いただいて、この大阪編に米屋さんが参加してた。あ、そうです、そうです。なる,なるほど、なるほど。あ、そういうことですね。ちょっとですみませあるんですか こんな感じだなというので、ちょっと再生をさせていただきます、はい、こういった形で、ですねあの高知県にある全34市町村と、まあ、農林漁業だったり、畜産業だったり、建設業だったり、いろいろ先ほどお話に回った地域おこし協力隊とかのブースが出展してですね、 コーチの,あの仕事、住まい、暮らしに関する情報提供が、まあ、いろいろ受けられるというところになっております。えーまあ、ご当地芸人の小立さんという方だったり、えーと、スーパー戦隊シリーズのデカレンジャーに出演していた俳優さん、えー、吉田祐一さんのセミナーなども実施予定としてまます、えー、情情報報収集コーナーナなどではあの求人情報や住まい情報 他だったり、まあ、移住者の紹介だったり、えー、地域での体験ツアーとか交流会などのイベント開催情報もあのゲットできることになっています。えっ、ー、と体験型ワークショップとか、あとご当地ジュースを堪能できる、えー、カフェコーナーとか、まあいろんなあのコンテンツを取り揃えています。まあ、これ皆さんあの、えー、高知県のスタッフになります。 すごいみんな勢いがいいですね。皆さん声かけていただければみんなあのお話聞いていただけるので、はい。あ、ぜひ。はい,はい。は、え、い、ー。ありがとうございます。たですね。はい。で、えっ、ー、とー多分このコーチフェアのなんかとかまあこういうなんか実際さんがやってるこうフェア。 そのおっしゃってたように全市町とかなんかそのキーマンとかなんかその地域のことをあのより詳しい方があのいっぺんに集まってくれる機会ではあるのでなんかその辺りはなんかあの全部1人で回ってたら大変なことになっちゃうと思うんですけどそういうフェアとかを活用しながらいっぺんにいろんな地域のそういったあのものを聞けちゃうっていうのはすごく便利だなと思うんですけれど。はいなんか どううでしょうあの金丸さん、なんかあのこのフェア、ま、回る上でのなんかポイントというか、なんかど,どんな、どんな、なんですかねあの、はいう、私が会場にいて思うのは、皆さん、なかなか高知市内の市町村の名前って分からないじゃないですか、どこにどこにあるか。うんうん、でも、ライフスタイルというのはあると思うんですね、海が好きとか、仕事を探したいとか、山暮らしがしたいとか。 あの私どもコンシェルシュがあの場内に必ず目立つような洋服を着て待っておりますので、まず私たちの誰かを捕まえて、こんなイメージのところってありませんかって、まずいろいろ投げかけてみてもらえませんでしょうか。そしたら、ここをまず行ってみませんかっていうおつなぎを僕らができるので、まずは僕らを捕まえて聞いてみるというところも攻略法の一つかもしれないなと思っています。ああ、うんはい、ありがととうううございますあとどうでしょう牧田さんもなんかあの補足ポイントあれば あちょっとですねやっぱり自分ちょっとポイントを2つ考えてきたんですけど自分がどういう生活をしたいのかとか、まあ、どういう場所に住みたいかとか、まあ、1つでもいいのでまあ考えてきていただけると、まあ、こちらもこの市町村がいいですとかこの市町村があの合ってると思いますよっていうようなえーところになると思うので、まあ、もう1つでもいいので、まあ、こういったあの希望があるっていうところをですね あのお持ちになってあのお越しいただけるといいかなと思ってます。うん、で先ほど金森さんが言ったようにあの赤いジャンパーのを身につけたスタッフがあのたくさんおりますのでぜひお声をかけていただければと思っております。ちなみにあれですか、えっと、コンシェルジュの皆さんは今日のみあのご参加いただいている皆さんもきっといらっしゃるような感じなんですか 総合受付があるブースがあるあ、はい、総合受付もありますので、はい、あの全く何も分からないという方もです、ね、まずは総合受付の方にあの来ていただければ、あのーまあ、あの自分の,その希望とか <laughs>、まあ、そういったところをあの引き出していただけるかなと思っております、うんはい、ありがとうございます、まあ、そういったものもぜひ活用してみていただきたいなと思いますので,で多分なんか受付で ソロターン受講生ですってなんか言ったら、あーってなる。はい。ねはい。金森さんなんか、すごい目立つと思う、ね、<laughs> 多分僕、大阪にいると思いますので、よろしく <laughs> 大阪会場にね。はい。はい、確かに。ありがとうございます。 はい、という形で、ぜひなんかあの実践編みたいな形で使ってみていただけたらなと思います。あとは隠し町でやってるものとか、もちろん他の県さんとかがやってるようなものとか、いろいろ全国であの集合してやってるものなもたくさんありますんでね、そういうのもぜひチェックしてみていただけたらなと思います。はい、あのー、皆さんのね、私らしい移住ソロターンっていうのをまあ引き続き応援していき,、ま、いきたいというふうに思いますが、はい、あのー、 それから,だらあの、ね、受講生の皆さんから一言ずついただきたかったんですけども、あのー、大変、あのー、お時間があと1時間ぐらい欲しいぐらいになってしまいますので、まあ、せっかくなんで、ねあのー、先輩の方からも一言ずついただいてこちけんさんの、はい、メッセージで最後締めていきたいなと思いますので、はい、じゃあまたは、はいえー、と中川さんから行いきましょう、はい、中川さん最後にぜひ皆さんへのエールも含めてメッセージをいただけたらなと思います。 えーっと今日はまあ長い時間というか午前中5時間、うん、あのすごい楽しい私は楽しい時間だったなと思いながらあのいましたが本当にんだろうそのいろんな不安っていうのがあのワクワクになる瞬間って絶対来ると思うのであのそれを見つけにあのいろんなところに足を運んでみたりもう旅行 感覚ででもいいので行ってみるっていうのも一つだとは思いますのでぜひあのチャレンジ、うん、本当に大きなチャレンジだとは思うんですけどもその環境を変えたいっていう部分では私もその一人ではあるのでコロナでねいろいろな環境が変わった人っていうのは多いと思う中の一人なので、うん、あ,のあんまりこううんと足踏みせずに 今っていうときにぜひチャレンジしてあのいただけたらなと思います。もしくはぜひ東洋町に遊びにも来てほしいですっていう。<laughs> 確かに。東洋町に行った時に、はい、中川さんにったらなんかいろいろつながりそうですね。はい。青森の人って東洋町で青森から来た人私しかいないんで、もう誰かが教えてくれます。<laughs> <laughs> ありがとうございます。 はい、中田さん。じゃあ今日はありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、じゃあえっと。吉岡さんね。はい、はい、今日はありがとうございました。やっぱりなんか不安もあるとは思うんですけど、なんかそればっかりになると本当に動けなくなっちゃうので、うん、あのやっぱりどれだけ準備しててもこっちに来てみてのトラブルもたくさんあると思うので、なんかそこでこう柔軟に対応できる。 かかどうかっていうところとあとはサポートしてくれる人たちもたくさんいるのでなんかそんなに不安に思わなくていいのかなっていうのは思ってます。で自分はなんかこう都会にいた時とかはいかに稼ぐかみたいなところがあったけどそうじゃなくて逆にい,いかに少ないお金でも幸せに暮らせるかみたいなふうに軸をちょっとチェンジしたらすごく生きやすくなったので。 なんかそういうふうに自分のなんか大切にしたい塾みたいなのをなんか見つけられるとなんかその大した先輩でもないですけど思ったりして今すごくあの幸せに暮らせているのではいぜひぜひ皆さんにはあの実際にコーチでお会いできるのも楽しみにしておりますありがとうございますじゃ米谷さんもお願いしますはいえっ、ー、と今日はありがとうございましたなんかあのたくさんの人 がまあ参加されててでなんかすごいこうワクワクしてはいえー、っと講座に取り組めましたで私もその移住する前はこっち来て結婚するなんて思ってなかったのであの本当何が起こるかわかんない楽しさっていうのはあるのかなと思いますあのぜひ本当一瞬一瞬楽しんでで ぜひ、特に高知来られるとか土佐清水来られるときは、またよろしくお願いします。本当、高知全体いい場所なので、あのぜひ来てほしいなと思っております。ありがとうございました。ありがとうございます。はいじゃあ、えっと、どうでしょう、今週中皆さん、一言ずついただいて、はい、いけばと思いますが、じゃあ、東京事務所チームからいっちゃいましょうか。安田さん、もしまだ声出しそうであれば。<あ>はい、はい、ありがとうございます。あの今日は でできてすすごく嬉しかったですあの東京の常設の窓口に私とあと岡村もおりますので、今日機会にです、ね、何かあの知りたいことがありますということであれば、あのいつでもお気軽にわ私たちの窓口、使っていただけたらと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。 先ほど牧田の,の方からも紹介をしました暮らしフェア私と安田は東京の会場の方で皆さんのことをお待ちしてますので、あのー、なんかこんなことが知りたいなとかこんな暮らししたいっていうのがあればあの私か安田にお声がけいただければと思いますまたあの会場で同期の皆様と会えるのを楽しみにしてますありがとうございましたありがとうございますじゃあ金さん はい、私は1月19日の大阪のフェアの会場にいると思います。天満橋の駅の中にあるという便利なところですので、ぜひ皆さんお待ちしております。高知で初めて出会う知り合いと思って声をかけていただければと思います。何 <laughs> な,な,なりとご相談ください。よろしくお願いします。いい席取りますね、それね。はい、<笑><笑>じゃあ、牧田さん。はい。あはいえー、私もですねあの、高知グラッシュフェア。 にあの最初あの8年前にあの行った後にですね、まあ、そこから広がってあの、まあ、仕事探しのセミナーとかそういったところに、えー、行ってい、えー、就職先が決まって高知に移住したものなのでまずはその、まあ、高知暮らしフェアから。 えと始めてていただければなと思っております、まあ、それがあの来た中でまた高知じゃないところに移住するっていうことになるかもしれないですけれども、まあ、そういったことにもあのすごいプラスになるかなと思っておりますので、えー、ぜひよろしくお願いいたしますはいいありがとうございます。 ね、スマートメンバーもすごい今日勉強になりましたね、なんか皆さんね、いろいろ生の、はい、声聞かせていただきながら。はい、ということで、あの我々もです、ね、あのぜひ皆さんらしいです、ね、あの移住あの、応援しておりますので、はい、あのぜひあの特集記事もです、ね、あの見てもらって、再度いろんな調べ方あるんだなというのをチェックしてもらえたらなというふうに思います。 はいすみません、3分オーバーしてしまいまして、申し訳ございませんでした。はい。では、お昼ね、もうまたいでやってると思いますので、はい、本日はこのあたりにしようと思いますが、はい、あの、うしいことで、オープンチャット皆さん、多分あの登録してくれましたので、はい、あの、今日のアーカイブとかまたできたらですねあの、共有させていただこうと思っておりますので、はい、またどっかでお会いできることを楽しみにしております。はい。では、今日はこちらで終了とさせていただきます。本日は長時間ありがとうございました。失礼いたします。ありがとうございました。